上位 10% 上位 10% 世界の人口、うん、これぐらいの中の上位 10% って、うん、何人4700万人。いやそんなわけない。だって10億人の 10% が1億やで。まあ5億人いかんぐらいじゃないぐらいか。4億7000万人、うん、あって考えたらおんのか。まあでも上位 10% やもんな。上位 10% や。上位 10% の中に何やったら入れてるか。何やったら入れてるか、まあ言うたら特技みたいなもんやな、うん、5% でもいいな。 5% 上位 1% は多分難しい。いや 1% いけるやろ。いける。俺ナンバーワンいけると思ってんだよ。マジで。うん。そんな特技が何ですか。ウィダー早飲み。あ、それは上位せ、日本記録保持者でございます。実はもう世界記録持ってんじゃんってぐらい。実はな、ちょっとだいぶ高性能なストップウォッチやったら俺 0.0001 秒とかも測ってくれる。あの編集のあれでやったんや。動画のあの時間実際タイマーでやったら分かるくない。あ、もう確かに。しかな、いやいや、あのやったや、あのあのシーン流せる？流せない。な、黒歴史？恥ずかしいから、ね。恥ずかしい。流せよ。てか、なんならプライベートの方が早いしな。ああ、まあ確かに。当時、うん、まあ、それこそ流行ったやん、昔ウィダー流行のみって、うん。まあ、某水たまりにおりそうな YouTuber って言ったら、バカ失礼なこと言ってる。失礼なこと言ってない。水たまりボンドさん、やってたやん。うん、トミー、パックっていう。あれの、記録を軽々と超えてたから。あれな、できるかな。そうやね、ほんまにウィダー早飲み世界記録とかなんかいろんなタグをつけて検索とかしてみても勝ってる人おらんねん。マジでやろ。いやろ。あ、当時な、うん、今は新たな挑戦者がおるかもしれんから分からんけど、勝ってる人多分おらんねん。実は国内王者やね。いや、 ほんまに国内王者やね多分。なんかそういう大会開いてほしい。確かに確かに。いや、これは上位いっぱいやな。やろ。これは上位いっぱいやわ。何やと思う。じゃあこの話題を持ってきたんはいいけど、いいけどないねん。ない。 あるかもしれんけどそれ何やろと思って。なんかあるやろ。じゃあ実際観測できなさすぎるものが多そう。あー、まあ確かにな。いけんじゃん。上位 10% やろ。なんか世界イケメンランキングとか上位 10% 入ってんじゃん。 5% やろ。あやかましいわ。やかましいわ。ほんとバカにした顔やめろ。何やその顔。何やねん今の顔。平凡やもんな。誰が平凡や。さ、平凡や。平凡、平凡よりもちょっと下ぐらい。なんか言えや。そんなことないよとか言えよ。すいません。まあまあ、え、何やろな。めっちゃ体硬い上位順番てるかもしれない。え、それって名誉でもなんでもない。あの回 90% やもんな。まあまあ息長く止めてられるで。いや、それはなかなか世界の壁は熱いぞ。熱いか。だって全然平気で3分とか潜る人おるやろ。3分いけんねや。すごいな。 俺1分きついわ。ないっすね。ちょ、考えて。ないっす、ね、上位 10% を考えて。何が早い俺。まあ、すぐ寝れるぐらいじゃん。おお、すぐ寝れる。いや、俺のお母さんには勝たねえ。そんなすごい。そんなすごいんや。俺のお母さんも早いで。あの一瞬よ。そんな早いんや。さっきを感じた。めっちゃ早いよ。もう喋って一緒、あの電話切った瞬間にスーッて言って伸びたやん。何やろうな。モノマネもそんなできるわけじゃないし。いや、それはできるで。いや、上位 10% って何やねん。モノマネの上位 10% って。そう思ったらこれと言った特技ないよな。ないの。水の中で歌ってるように聞こえる。え、そんなんできんの。あの 歌いながら、あれ俺やったことなかったっけ。ほら、ようやってたやん、専門の時とか。水の中でやろ。あの溺れてるみたいに聞こえる。え、そう、そんなんやったことある。そう、じゃあやってみてよ。ゆるめのラララバドレレレホドロヨロロカラッタラデレレショロロイムラダラララニリララタラノロコトロロゆるめにみるアルレタモロノロロトリリリニリリカエルヨロニリリヨモレレレレレタラロモイデレノホロコロリリオラララララ。すげえすげえすげえ。これすごい。わ、すげえんちゃう。これすごい。俺できんもん多分。ララ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 。
舌を巻くぐらいしかできない。あれこれやったことなかったっけ。え、なんか聞いたことある気もするな。しかもレモンで聞いたな多分前もこれすごいん。え、すごいんちゃう。できる人少ないんちゃう。これ上位 10% ですか。え、分からん。え、それはちょっと判断してください皆さん。あ、そう、これ上位 10% かもしれん。じゃあこれの上位 10% ってもう何やねん。そも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 ただの特技やんただの特技やん。マッサージうまい。嘘つけ。はい、俺あの上位 10% あるわ。あったわ今あの手紙。これえ、あ、そう、手相手相手相はあるな。手相俺いまやね。ほんまやほんまや。カタカナのまやね。ほんまや。右手ちょ見てる人手相見れる人おらんのかな。変わりました。手相見れる人おらんのかな動画で。 めちゃくちゃ見てほしいけどな俺。めちゃくちゃ見てほしい。だいぶ珍しい手相やで俺。いや、そうよ。何やったっけ、覇王戦みたいなの。徳川秀吉。誰やねん誰やねん徳川秀吉っていろんな人混ざって全部混ざって。豊臣秀吉とかやったっけ。徳川家康。徳川家康と同じ手相あんねんな。何やったっけ。だ福山雅治とかと一緒や。福山だよ。じゃあ福山でーすってやること失敗しないみたいな俺 M やで。めっちゃほら、え、なんかそれはそれでいいんじゃない。あ、でも結構見たことあるわ M。 写真撮るからさ、ちょ、のっけようや。のちょ、右手でいい。誰か、え、両手やろ、そういうの。ちょっと左手誰か見れるし。左手ちょっと潜在でも俺らやねん。コメント欄で占いして片方ずつ撮ろう。 OK、 もう結構しっかり見える。これマジで見てほしいね。で、そう、誰か、わ、頑張ってんな、仕事。そう、豆がもう、まあもう関係ない、振る方俺、あ、右やねんけど。そうか何の豆やねんじゃん何の豆やねんラーメン振るよりも大変な左手って。何の左手やねん。じゃあ、おー、もう取ろう。で、そうな、どうなんやろな、見れる人おんのかな。右手全く取れてない。適当なこと言われるのも怖いけどな。俺手相上位 10% かもな。じゃあそうやな、もしあのほんまにそうやったら。でだいぶ珍しいと思うな。だいぶ、だってこうしたら綺麗にこう真っ二つに割れるもん。どういうこと。こう、うわー、ほんまや。綺麗になるから。切るときめっちゃ楽やん俺をなあの切り取り線みたいなのあるから、シャッてやったらまっすぐ切れるから。俺しかないな。じゃあ上位 10%。明晰夢見れます。何やったっけ明晰夢。夢の中自由に動けます。あー、夢って分かっていて夢の中で自由に動けます。お前動ける結構な頻度で。マジで俺夢の中で、夢ってよう気づく。夢ってもう逃げてしかないけど俺ずっとなんかから逃げてるけど俺夢占いとかで調べたらなんか出てくるんで絶対。俺なんかから逃げてるか、どっかから落ちてるか、どっかから滑り落ちてるか、なんかもうそんなんしか見えんねんけど絶対なんかに追い込まれてるやん絶対なんかストレスやん。でもなんか結構あれやろ、なんか殺されるとか、なんかそういう夢はなんか結構いいことが多い。ああ、そうやな、きっち夢みたいな、うん、夢明晰夢見れます。それちゃん、え、すごいわそれで。ほぼ毎日夢見る。もう覚えてないな。で、夢大体覚えてる。すごいんちゃん。すごいかな。ある意味上位 10% とかじゃなくて、あの普通にすごいんちゃん。普通にすごいんかな。あと人が来る前に人の気配を感じ取って目覚めることができる。嘘つけ。家やったら学校の教室とか無理やろ。起きなければいけないっていう情報をフィルターして起きなければいけない時を起きる。だから多分こうやってやったらおーってなるやん、うん、これ見えてるからやん、うん、見えてへんかったら避けられへんやん、まあ、そんな感じで、ね、寝てる時も何かが多分出てるんやと思う、バリアが。え、じゃあ今目つぶってや、うん、じゃあ俺どっかのタイミングで頭しばっから、うん、そういう意味じゃないってそういう意味じゃない。そう、だから寝てても足音とかで起きてるとかっていうわけじゃなくて、親が入ってくる直前でドアがガチャってした音とかでもなく、寝ててもパッて目覚めた瞬間に
扉ガチャッと開くみたいな気配を察知できる。たまにあるわ、でもそれほんまにたまに、あごく稀にやる。あとたまにお化け見える。え、霊感あるやん。いや霊感あるよ。あんねや、ずっとあるよ。あんねや、ずっとあるよ。霊感あるぐらいしかないわタボちゃん。あ、霊感ある人結構多いもんな多分。多いな。俺全くないから。俺心霊スポットとかも俺暗い場所やとしか思ってないから。怖いけどな。怖いけどな。一番お化け屋敷とか怖いもんな。俺お化け屋敷無理やで。一回あの悪ふざけであの学校のお化け屋敷に入った時ボイスレコーダー撮られてたからな。一生の恥。俺写真持ってんだよ、あのユニバのホラーナイトでゾンビのとこ入る前のお前。え、こうやって、あ、死んでたやつ。あ、しかもあれさ、あのロッカーにさ、あの2人入らなあかんみたいなやつでさ。ロッカーじゃない、ロッカーじゃないから、あのなんか建物の隙間みたいな、あのゾンビが来るから、来るからお前たち逃げろみたいな感じのこと言われるから、各3つぐらいあんねんな部屋、うん、でそこに2人ずつ入れみたいな感じのこと言われるんだけど、全員怖がって2人の部屋に6人バーって入って、じゃあもうみんなこんなギュギュズ、みんな怖がって、でも結局3人ぐらいそこ出てるから、うん、でもなんかゾンビの人入ったことにしてくれて、うん、あのどっか行ってくれたから、気使ってくれた、気使ってくれたから隠れてる前提にしてくれたから、めっちゃ面白かったな、おもろかったな。もう一番外のやつに関してはもう張り付いてただけやからな、覆いかぶさって、ね、覚えてる覚えてる、あったなそんな。覚えてる覚えてる。でなんかデッドフォレストみたいな感じの朝ごのとこな、うん、しかも昼前やったしな。真っ昼間な。覚えてる。上位 10% あの明晰夢見れるでいいかな。いいと思います。もうそれ以外ないです。なんてこと、なんか見つけ、なんかあるかもしれへん。まあこれからおいおい見つけていきます。すみません。そうでしょう。